20目ニューゲームプラス。2週目はこちらで行きたいと思います。もう決めておりました。あなたです、シフ。そして引き継ぎはね、 HP とステータス行き、 BP も引き継ぎ、モンスターランクだけ引き継がないと。はいはいはい、どうしよっかな。バルハル騎士で行く、それともなんだよな、パンダライズ使わせたいんだよ。城塞騎士でもいいね。こっちも捨てがたいね。盾も持ってるし、サバイバルよりそっちの方が欲しいな、みたいな。こっちにするか。振動強めで頼む。進行設定早めで頼む。ちょっと今回はね、初めての進行設定早いで行きたいと思います。リフレクトに備えたい。俺はこれからアサシン最高王に、ついに来ました2周目。技に挑戦する。いやー、これ見たかったんだよ。今回はこの王を身につければダーク編である。アサシンギルド正統後継者として300年来耐えていたアサシンギルドの復活を宣言することができる。死者の王よ、我らが主、あなた様の弟の復活にお力添えを。我が力がエドールの前では無に等しい。何ができようか。そうやってお逃げになるおつもりか。エドール神に目立たぬように動く策などいくらでもあるではありませんか。いや、ここでね、ミニを話しに行ってるのはな。弟への疑問、エロールを出し抜く知恵もないと言われては、冥府の主として捨ておけぬな。煉獄に千年つながれし霊魂を解き放ってやろう。煉獄にて千年耐えたその魂、力になろう。全く力にならんよな。ありがたきお申し出。霊魂の入れ物はこのしもべめが手配いたしましょう。さて、どう世を乱してくれるか楽しみですな。2周目ダーク編。毒を煽って生き返るなんて無理なんじゃないか。何を言う。ダーク様ならば必ず下肢復活の技身につけるはず。リングルリングルリングルリン。失敗だ。ダーク様、見ろ。この起き方やばくない？そっから起きるのやってみたけどできなかったよ。ダーク様、できる。アサシンギルドの起き方、復活だ。あの角度は無理よ。ここは目のパキリ方がやばい。どれだ。歩き方、あと意外となんかがっつりした。再びマルディアス、南極に近い極寒の地バルハラント。この厳しい環境の土地にも狩猟を生業とするバルハル族という人々が住んでいる。2回目に聞くとなんか感慨深いよね。今年は暖かく猟の獲物も多いのだが、モンスターも多く見られるようになった、前よりもスッと入ってくる。この村の長ガトの家、その名を取ってガトの村と呼んでおこう。そのガトの村にバルハル族でも 1,2 を争う勇者がいた。その女の名はシフ。かっこいいよね、なんか勇者って。主人公がバルハル族の勇者ってなんかかっこよくない？しかもそれが女性というね、なんか好きだわ。シフかっこいい。引き継いじゃったんで、死の剣とかね、マリーンの代わりとなった死の剣とかねありますね。死の剣がで両手体験装備でやっぱ行きたいんだけど、
どこで行けんだっけ、キッズかな、このキッズから引き出せるよね。ちょっと倉庫使わしてもろて、ちょっとここで両手体験モーグレ、ああるよな、さすがにね。いや奪われたわと思ったあったあったあった、さすがにな。装備とかも取り出すか、スマートガード、チェインメール、ドミナントグラフ、海から来た死の剣。さて刺激をもらおうかな。最初は死の鎧、いらっしゃいませ、トリマベルニーソードを装備します。強すぎん、大丈夫そう、これ強すぎない、大丈夫、弓もなんかいいやつに変えるか、藤娘ちょっとイカれた強さになっちゃうけど、いいのこれ、最初からめっちゃ強いんだけど、大丈夫、チートじゃないこれ、大丈夫かな。最終目標の装備をしちゃってんだけど、いい？いい？これ。っていうかさ、ちょっと待って、他のキャラも同じだけ育成されてるっていう想定で上がってくれてるから、1周目としてシフをプレイしなかったとしても2周目こんなに強いんだ、すごいね。だから使ってないキャラとかって育成されてないのかなって思ってたんだけど、めっちゃ育成されてんじゃん、すごっ、パーティー外成長もしてる。もうシフすごい強いんだけど、最初から早くしといてよかったね。シフに1周目の時にさ、マップアビリティ買っとくのが正解だったんだ。しまった、マップアビリティ買い忘れたからさ、なんもないわ。やってる、すごい楽、やばいわこれ。2周目一瞬で終わるんじゃない、3秒で終わるわ。いらっしゃいませ。本当に終わるよ、5時間しかプレイできないのかって思ってたけど、5時間で全クリするわ余裕でこんなこと言ってさできない可能性がすごい高くて嫌なんだけど口だけになっちゃいそうなんだけど、大丈夫、オラついてるんだけど、あー、いた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 、うちのダークがおりましたわ。ちょっと誰なんだ、あんた大丈夫かい、来た、どこか具合でも悪いのかい、お前は俺を知っているのか。いや、あんたのことは知らないよ。なんかダークってすごいちっちゃいのかなと思うんだけど、シフが大きいんだよね多分。一緒に来いよ、お前といれば俺の記憶が戻るだろうか。いやいいね、いやー、ダーク編がついに始まりました、嬉しいダークは1周目に存在許されてなかったから育成されてませんと。嘘でしょ、ダーク外してもすぐ戻ってくると信じて1回外すか。仲間、一人旅ですか、一曲いかがですか。一曲頼む。あなたと旅をすればいい歌が作れそうです、ご一緒させていただきます。ありがとうございます。そういうことよ、わかりました。いや、だから仲間にした人だけ自動で育成してるから、1周目になるべくいろんな人を仲間にしといた方がいいってことだね。ここをなるべく1周目とか早い段階で埋めとけば、まあ、2周目以降が楽になるっていう、そういう感じ。最近は暖かいな、生まれてこの方こんなに暖かいのは初めてだ。狩りの獲物が増えるのはありがたいな、モンスターも増えたのが悩みの種だ。あちこちの洞窟にモンスターが住み着いたようだ、退治してきてくれ。しゃーなしやね、頼むぞ。いつもここにいるよね、なんかこの家から出たことあんのかな、ずーっとここでじーっとしてるけど大丈夫かな、一体化してそうなぐらいずっといるよね。逆にこう床の上に座るって大変そうなんだけど、おいたわりしてあげたいわ。めっちゃ可愛くない、3倍速シフが可愛い3倍速のシフめっちゃ可愛いんだけど、何この動き、可愛い、ちょ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 、歩幅狭みたい可愛くない、すっごい歩幅狭い、大柄だから一歩がでかそうなのにすっごいちょこちょこ走ってる、かわいい、かわいすぎ。負け打ちとか、熱き戦いが今幕を開ける。負けますね、バイーン、きたー、
いいね。まあ、弱いね。めちゃくちゃ弱い。ふぃーん。ちょっと行ってきます。二つ目の洞窟攻める。ちょっとステルスも忍びもないんでね。なるべくうまく切り抜けていきたい。よーし。怖い、怖い、怖い。怖いんだが。どうしよう。やーほーい。やーほーい、やーほーい。あ、そっか、煙玉ある。装備してない。そういえば煙玉装備してないわ。忘れてた。やってる、やってる、やってる、やってる。早いだからもう終わっちゃうよ。イベントどんどん進む。ウィー。そうそう、ここのプレイヤーノートのイベントリストに、前回何をクリアしたかがガーって書かれてるね。うまくこれ煙玉使わないと、私の場合、進行度の関係で、エンディングを迎えてしまうぞ。サルイン、復活するかな、もう。こんな最弱パーティーでは、サルインはいけない。進行度早いがどれくらい早いのかっていうの気になる。熱き戦いは今始まる。ジャンプもないんだよな。でもなんだかんだ言ってさ、ミンサガって私の中で宝箱取らなくていいゲームって勝手に思ってるから、忍びとステルスをさ使わない歴が長いから、なんだかんだ言って負けるようになってる。あ、負けなかったわ。なんだかんだ言って負ける率は高くなってるよね。どうしようかな、もう一ダンジョン行っちゃうか、ついでに。よし、ととととと、オッケー。3より2だな。うわー、これ無理、これ無理だろ。何この極悪非道な感じ。いやー、これ無理だ。もう1周目とは違う目標があるから、今もう全然飽きてない。あー、1周目とは違うイベントとかを回収すれば全く違うルート開拓できるし、しかもその後にはあれだからね、13体も強化ボスがついてんだよ。そのボスと戦わないとね。シフがいるでしょ。たったの300金ポッチっていう名前。あー、早い。やばくないこれ。終わったよ。よかった、進んでない。怖すぎんだけど、もう進んだかなと思った。ね、みんなどうしよう。パトリックが仲間にできないかもしんないんだけど、できるかな。で、そこが心配。いける？進行が早すぎて、パトリック仲間にできない。ご苦労だったな。やばいな。パトリック仲間にならない未来が待ってんの？きつくない？それ。やばい。どうしよう、生きてかれないんだが。パトリックがいない未来が待ってんの。シフの州ではパトリック我慢しろと。きついですよ。やめろ。あ、来た来た来た。来た来た来た。来た、足跡、バルハル族じゃない。まだ生きてる。おい、しっかりしな。すぐに暖かいところへ連れて行かないと。クマが獲物を背負っていく。違うでしょ。運命的なアルベルトとシフの出会いだよ。それを横島な目で見るなんて、みんな目がダメだな、心が横島な感じだな。その少年は誰だ。なんかさ、族長の頭何回見ても面白いわ。あのナンパ船に乗っていたんだろ。生きてるなんて奇跡だよ。わしが預かって手当てしよう。優しい。頼むよガト。シフは33歳、身長185センチ、体重64キロ。身長大きいね。ダーク何センチだあれ。じゃあダーク160センチぐらいしかないんじゃないの。180センチの人に対してめっちゃちっちゃかったね。可愛くねこれ。なんかちょこんってしてて可愛いんだけど。何アピール。
可愛くないこれ。ちょっとアルベルトマジ可愛いんだけど、チョコン金の良さそうな感じだね。羽生えてるけど。少しは元気になったみたいだね、坊や。坊や、助けていただいてありがとうございました。また洞窟にモンスターが住み着いたようだ。退治してくればいいんだろ。分かってるよ。私も連れて行ってください。皆さんに受けた恩を返さなければなりません。うん、貧弱な坊やだな。ほう、見どころあるね。坊やかと思ったら言うことは一人前の男だね。気に入ったよ。一緒に来な。よしよしよし。ちょっと今回きつそうだな、パトリック。パトリックランブできないわ今回。アルベルト173センチだね。ちょっと設定的に言うと、そうだね、そんなに大きくなさそうに見えるね。シフに対してアルベルトちっちゃく見えるんだけど、あの、とあるキングダムっていうね、漫画があるんですよ。とあるキングダムっていうね。で、あのキングダムとかってさ、王騎将軍っていう将軍がいて、その将軍がね、ガチ大きいんですよ。それは、なんていうか、大きいって言っても、身長がというか、なんて言ったらいいんだろう。オーラっていうか、そういうのが大きいんだよ。人がね、めっちゃ塵のようにちっちゃく見えるんだよね。つまりそういうことだと思うんだよ。度量というか、中身がでかい、器がでかいと、さらに大きく見えるんだよ。身長ではない、何かが、こう、溢れ出てる。それがシフなんじゃない?そういうことよ。というか、まあ、シフが大きいんだろうね。度量がでかいの。まあ、王騎将軍みたいな感じだよね。器がでかいんだろうね。いやー、しかもさ、煙玉の補充もできないんだ。結構厳しい戦いだね。これはもうパトリック無理だわ。物足りないね。これは無理だわ、パトリック。よかった、進まない。でもこのボスとか倒したら進むんじゃない。ナイス。やっぱなんかいいな、コリーナーとちょっとスローに感じるもんね、倍速でやってると。より一層強調される。やっぱひらめきは等倍に限るな。ナイスコリーン。こわーこわー、連携チェーンもらっちゃった。しまった。これはね、もうちょっと進行度見てみるけど、これはもうパトリック救えないかもしんない。そう、そういうこと。うわー、終わったわ。次から次へと、ちょっと見るよ。うわー、もうこれパトリックは救えないのでは。パトリックは救えないかも。次も気を引き締めていきましょう。いけるかな?ちょっと心配。無理な気がしてる。あ、なんか、三つ目の洞窟片付けてくるの忘れちゃった。ちょっと忘れてしまった。これがどうなるかよ。LP1 しか、うわー!終わったこれは!多分終わった。早いは縛りプレイではないと思う。仲間にしたいキャラとかがいる場合で、シフとか選ぶときついけど、前半に固定のイベントとかがない場合とかは特にきつくはないし、シフ編に突入する前にシフにステールスとか忍びとかつけてあげてれば全然いいと思う。だから別に縛りではないと思う。むしろプレイしやすくなってると思うよ。ただ私の場合パトリックを仲間にしたいっていう欲望があるから、それだけかな。欲望がなければ私早いで十分いいよ。ご苦労だったな。たもらうときにさ、200金ポッチだったって、シフの心が透けて見えるの。やばいよ。も増えないだろう。ローザリアへはどう行ったらよかろう。騎士団寮まで行けば船があると思うよ。騎士団寮の地図を探しておいた。この若者を騎士団寮まで案内してやれ。お任せくださいませ。わかったよ。ありがとうございます。このゴンはいつか必ず。よその地図などわしらには必要ないからな。ローザリアまで無事につけるよう祈っておるぞ。
騎士団寮は雪原の遥かに西だよ、うんうん、早速出発しよう。出発しようか。おいげんしたっと来た。これでついに騎士団寮に踏み込むことを許しました。許されました。いや、パトリック、ま、これを待って行け。これは竜の目じゃないか。スイカかと思うよね。私が持って行っていいのか。これを持って行け。スイカじゃ。元々竜の目はお腹が減ったら食べるんだぞ。竜の目めっちゃでかいなって思うよね。竜の庭から持ち帰ったのだ。大きすぎるだろ。その時には竜の目に光が宿っていたという。お前の父は失われた光を取り戻そうと竜の庭を探したが果たせなかった。その夢お前なら成し遂げられるやもしれん。うん、成し遂げましょうぞ。ただいまおいげんしたっと。おいげんしたっとからあのおじいちゃんを経て行かなきゃいけないんだよ。宝石さ、違う？ダークってどうなるの？ちょっとそこら辺が分かんないからさ、どれだけ貢いでいいか分かんないよね。最終目標のパーティーにするためにどういう貢ぎ方をしたら私はお得なのかっていうのが。こんにちは、私はラファエルと申します。ちょ、ラファエル身長何センチ？ちっちゃくない？見習い騎士です。ラファエル身長180センチだって。ちっちゃ。ちょっとやばいんだけど、5センチぐらいしか違わなくてこの身長の差ってどうなの？つまりやっぱりシフは8センチ違うのか。まあこの違いか。でも子供みたいに見えるからやっぱりシフは王騎みたいな感じだね。王騎将軍みたいにでけえみたいな、そういう感じなんだろうね。おっきいんだもん。よくおいでになられた。私はこの城の主、ハインリヒ。ミルザブールまで一緒に行くよ。ハインリヒさん、参るぞ。はい。3倍のハインリヒってインパクトあるよね。結構足が悪そうに見えないというか、頑張ればできるなみたいな、そういう感じが漂うよね。めっちゃ高速移動してくれるから、おー大丈夫か、雰囲気悪いからちょっと出るか。この形で結構長い間ずっといるよね、この人たち。マジ暇かなと思うもんね。あ、そうそうそう、ここのモブリン一周目で仲間にしてるからさ、モブリン仲間にしてみようか。どういうことになるかちょっと見てみようか。この モブリン一回仲間にしてすぐ話した。弱っ、成長しとらんですよ。でもアルベルト見て、アルベルト、アルベルトはさ1周目で仲間にしてたのね。で2周目に入れたらやっぱ成長してるよ。 BP 回復6になってるから、アルベルトはやっぱ外部で育成されてるから、やっぱりさっきの理論が正しいんじゃないかなってここに来てなってくるね。だから早い段階でいろんなキャラクターを仲間にして次の週を楽にしようっていう方がいいよ。だから今配信見ててさ、まだ1週目やってるよっていう人はできるだけ多くの人を仲間に入れては解放して、いやその前にちょっと追い上げをねちょっとしてお金にして、そうやってね追い上げして仲間にして、追い上げして仲間にして、オラオラってやっていくと、2週目に追い上げした人たちがどうもあの時追い上げしていただいてありがとうございますって言って成長して現れるっていうね。追い剥ぎこそ正義だったんだよ結局ね。わかったみんな。うん、ミンサガニマスターにおいて重要なのは追い剥ぎ、これよ。知人も言ってたでしょ、追い剥ぎを生業にしていた男がいました。ニューロードを作り上げたね、あの立派な人、あの人の話を聞くと、まあ、結局追い剥ぎなんだなってこと。一番最初の起点は追い剥ぎ、そこからどうなるかってこと。追い剥ぎが大事よ。高速ミルザブール、それじゃあさ、さっさとここは放置して。いた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 。あなたを見ると悲しいことを思い出すわ。これで残すはウエストエンドとウェイブになった。あと2回ウエスタミル行く？ブルエレ行くか。そろそろパトリックに会わないとちょっとパトリック中毒になるから。パトリック中毒だからちょっとパトリック会わないと。早っ、高速ブルエレ。すみません、早い。これくらいの大きさのリーフの像を探して、
捕捉されたわ。教えてください。もうここに来ることもなくなるかな。ロバン来た、ゴールドマイン来た、来た来た来た。ちょっとここで決まる私の人生が。さあどうだ、ドン、トゥ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 ルトゥ、くわー、終わっとる。パトリックが回収できなかった。これは終わっておる。ちょっと絶望感じるんだけど、平和すぎるだろ。事件起これよ、襲われとけ。ゴールドマインはさ、救わせてくれよ。ここは皇帝陛下の金庫だ、近寄るな。パトリック、絶望のパトリックよ、パトリック。こんなことある本当マジ。その角度なんなの、急に上からピュってな、なんで上からなの。あ、いたいたいた、妊婦の人いるわ。じゃあ妊婦回収するかどうか。ていうかさ、でもイベントとか回収しないとジュエル増えんからよ、さすがにちょっときついぞ。どうしようかな、パトリックの枠に今回誰を入れるかっていうの結構重要だよね。あー、どうしようかな。まあ誰入れてもいいんだけどね、正直みんな強いし。どうしようかな。でもちょっと帰ってきたキラハちゃんをしっかりと見ていこう。一周目でお世話になったゲラハちゃんをね、ちょっとゲラハちゃんに、今回もベルニーソードで行くかどうかだよね。今回はさ、ちょっと器用さとか求めさせて、ベルニーレイピアでも悪くないよね。ちょ、器用さが足りないんだよね。だから今回の週は腕力補正を高める旅じゃなくて、まあ、ちょっと違う方向性に行かせる。まあ、一応、そうそうそう、こういうのもやらせちゃう。まあ、ちょっとね、器用さが足りないんだよね。明らかに足りない。もうちょっと、こう、当てるように頑張ってもらいたい。一回仲間したキャラっていうのは、次の週、最後にしたクラスになってるってことだ。ほら、ゲラハちゃんは戦士のままだから、全クリした時と同じだね。私ね、タイニーフェザー倒すわ、今回。やっとこうか、ガチで。ボコボコにしとこうか。どれくらい強くなったか見たいしね。言われたいもん。わざわざそのために登ってきたのか。怒られたかった。バカ者め。いや、もう怒られたかった。タイニーフェザーに怒られたかった。本当にそれ。ごめんなさい。怒られたかった。動機。怒られたかった。いや、曲がいい。ジャラート兵が何のためにいるの。やばい、うわ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 、何これ、すごい強そう。こんなんなかった、ガチで強くなってる。タイニーフェザー怒ってるやん。よくもいじめてくれたなと言わんばかりの強さ。これはまずいかも。これはちょっと厳しいね。強くなってる。タイニーウェザーやばい。まだ勝てないのか。闇落ちしたらこれ、100% 無理なんじゃない？倒せない。強すぎ。ちょっとタイニーウェザーがやばい。暴れてる。めっちゃ強くなってる。ゾウをウコム様にお返しして。カサスの崖、確かになんかサスペンスとか起こりそうな感じするよね。殺人事件起こりそう、この先ね。軽いんだよな、このウコムゾウ。石じゃないのかっていうね、何でできてんのかっていう。それとも母ちゃんがめちゃめちゃ腕力があるのか、どっちだと思う。軽すぎるよね、片手でふいふいふいって。ぬいぐるみかなみたいな。私の役目も終わりました。てー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 、すいません、ちょっととてもいい曲の上にカサスの曲を重ねることによって場面を台無しにしてしまいました。シェリル、ウエストエンドだけは回収しとかないと無理になっちゃうから。ウエストエンドが破壊される前にシェリルをキャッチせよ。これだいぶ重要なミッションだからね。時間がかかってもいいから、ここのところは何回も行くぞ。これ行ってほしいな、シェリル。いた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 、ナイス回収。シェリル、よし、またあなたなの。じいじい、
した。あなたを見ると悲しいことを思い出すわ。あと残るはウェイブ一つになったね。もう終わりです。取り間もらってくね。はい、持ってこ。あいつはどうです。あざすてっててんてててんてててん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 てててん。二個も進んだんだが、マジ二個も進んだよ。感謝します。あんた何者だい。私はサルウィン様の一のしもべワイル。バンダライズとかないからね、困りましたね。ちょっと前回と違う武器にするぞって言って何にも覚えてない状態で飛び込んできてちょっときついかもしれないね。これ余裕かな。火力が全然違う。ナイス、余裕だったわ。ヘイラロリーロリ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 ロー、ヘイロリ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 ロー。これね、なんかマップのあった位置にも律儀にこう宝箱が出て必ずお金が入ってるから2周目お金めっちゃ回収できるよ。ちょっとさ怖い。とりあえずこの神殿でどれだけ進行しちゃうかを見たいから今のところメニュー画面を開かないようにしてる。恐ろしい。開くのが怖い。開いた時に一体どれだけ進んでしまっているのか見物である。来ましたわー、来たー。美しの演武剣ゲラハちゃんが器用になっていく。かわいい。早いよ、本当に早い。一瞬皇帝の奇妙早っ。これ周回すればするほどどんどん曲聴けなくなるっていう風になるんじゃない。多分そうだよね。どんどん勝利時間が早くなっていくから曲を聴けなくなっていくよ。強くならない方がいいんじゃない。みんな強くならなければさ、いい曲ずっと聴いてられるけど、強くなっちゃうとさ突然あの曲いいなと思ってた曲が一瞬で終わるとかね、そういう感じになってくる。みんな鍛えない方がいい。始まってしまった。うやおわ、お前がロバンコか。エスパーダロペラもう一本いるよね。とっとこう。二本目のエスパーダロペラゲットしたわ。メニューレア2にしてみるよ、じゃあ。あー変わった。私こっちのがいい。見やすいね、こっちのが見やすい。これスマートフォン版なのかな。なんかさっきのがしっくりくるね、なぜかわかんないけど。なんかこっちのが見やすいね。なんだろう、なんか見やすいね。すぐ非番なんだけど。早いでも意外とモテ遊ぶまである。マリンはね、なんだかんだ言って可愛いんだよ。マリンはなんだかんだ言って可愛い。これあんなに恨んでたのになんか可愛いんだよなっていう。まんまとリマスターにはめられたわ。思惑通りだわ。わからんけど。まずね、バトルするときにウコムの矛とかが結構大きいんだよね。その大きい武器を、あのか弱い女の子がこうツンツンしてる姿がめっちゃ可愛い。で、それだけじゃないんだよ。あのね、勝利してステータスが上がるときのジャンプ。あれが可愛い。いやー、参りますね。本当に。参りますよ。これは参りますよ。いただこうかな、また。え、罠がかかってない。何これ。え、優しいんだけど。あー、かかっとるな、やはりな。ここといえば罠の嵐だったのになんか。そんな優しいわけない。これ下がってきたりする。ほら見た見た、みんな、これがミンサガ。見た、これ残ってた。これがミンサガだから気をつけてみんな。これあとちょっとでいけるんじゃないかなって思わせてドーンするのがミンサガちゃん。あ、これはいけるんだ。なるほどね、これ正解だったんだ。気をつけて。私何回もやられた。いけると思ってさ、やったーと思って近づいてったらドーンって攻め締められて、めっちゃなんかはーって何回もなった。それが残ってたわ、トラップ。
なんかちょっと嬉しかった。やばい、よくわからんけどなんかよかったみたいな。よかった、おかわりないようでどうもミンサガさん、おかわりないようでよかったっす。ミンサガさんはね、こうじゃないといけない。お前にはディスクベースターにふさわしい機体はあるのか。口からすごい冷たそうな息が出てる。だからあれだよね、シルバーの吐く息めっちゃ冷たい可能性あるからね。だからどうしたっていう感じはするけどね。でってジューン、ちょっとシルバードラゴンが赤ちゃんみたいだったね。見た？おお、待ち望んでたらついに来た。来た、かわいいんだよ。シルバーめっちゃ可愛い。あんた、ディスティニーストーン頼んだよ。ちょっとちっちゃいのかな、小柄なのかな、シルバーってすごい可愛いよね。なんか可愛いのに強いって最強じゃない？やばいな、シルバー可愛い。お元気でしたか？いや可愛いな、やっぱり可愛いんじゃない？どうしたの？なんだい？やばい、ついてっちゃった、可愛かったからやられたわ。もう少し国会に近づいておくれ。殺人未遂、これ何回見ても面白すぎるよね。連れて行ってください。いや、はい、分かった、一緒に行こう。ありがとうございます。少しは役に立てると思います。あ、でもなんか強くなってない気するけどな。もしかしてマリーンは捧げたからかな、成長してない。デスに捧げた人は成長しないかもしんない。多分そうだね、デスに捧げちゃったら成長しないよ。いいか悪いか分かんないけど、あの時のまま戻ってきた、捧げたままの形で戻ってきたっていうのがありますね。見事だ。やるのブラックダイヤ。またウコムの握手きた。お前に託そう。しかし闇に飲まれるな。行け。はい、行ってきます。タリラティタタタリラティタタリラティタタララ。お疲れ様でした。よくぞデスティニーストーンを手に入れた。変なな闇のブラックダイヤを渡せ。渡さんよ、わがなはおるぞな、お前には渡さんよ。わお、無事に戻れてよかったです。なんかここのマリン可愛いよね。無事に戻れてよかったでちゅー。言ってない、ちゅーとは言ってないけど。なんかガラファエルとコンスタンスが結婚してからちょっとお父さんおかしくなっちゃってねっていう話だよね。簡単に言うとそういうことだよね。ラファエルにも話していないことなのですか？ほらもうすぐ頼ってくるじゃん。ラファエルに話したよって思うじゃん。ラファエルより私のこと信用してるみたいな話しといて、で最終的に違うのです。いや違うよ、ラファエルと結婚しますみたいな。ひどくない？なんか今ビルザブールを治めているのは浮気みたいなもんだと思ってんの？別のものだと思うのです。違うの、コンスタンツ私のこと好きだと思って本当に何回も思ってね、今もまた勘違いしてる。どんなに人が変わっても間違えるはずがありません。なんなの、なんかさ、やだね。私のこと好きなのか嫌いなのかはっきりしてほしい。好きっていうことでいいの？ダメなの？あれは恋だろ。だってラファエルにも言えないことをさ言ってるんだよ。旦那さんに言えないことを言っといてだよ。それで好きじゃなかったですってへっみたいなの無理じゃね。それはそれは無理だわ。すまんけどそれは無理よ。旦那さんに相談できないこと相談してきといて、それでさ、いやあなたのことは何でもないでさ、それは無理でしょ。通らんよそれは。通らん、分かり通らんよ。その気になっちゃってるよ。どうすんの。これが世に言う FURIN だな。ちょっと待って待って、ふさわしくない言葉を言おうとした。違う、なんでここに来たんだっけ。ラファエルの話してたから、ラファエルの牢屋まで来ちゃった。間違えちゃった。もうええ、無敵さま。なんか喋るんだなみたいな、その形で喋るんだな、だったら今までのやつも実は喋っとったんかなみたいなね。モンスターが喋ると笑っちゃうのなんのかわかんないけど、実はモンスターはさ全員、あ、いらないか帰りは。
理性があったりとか知性があったりとかして喋れるんじゃないかっていうね、結託してる可能性もあるよ。ちょっとチェインしてやろうぜみたいな、近くに寄ってチェインしてやろうぜ、こいつを汚らせてやろうぜって許そう。これは普通に全クリできんじゃない？もう全クリだね。テオドールさん、もちろん。いや、お金もくれるし大満足ですわ。私は満足ですよ。これでお使いイベント終わらせた後で、あ、そっか、アイスソード持ってきてなかったか。つもり、遊びに来たつもりだったんだけど、いつの間にかやろうとしてたわ。すまんかった。別にやれるつもりはもともとはなかったんだけど、なんか笑いながら治らん。あ、それ持ってかれることない。おお、大丈夫。皆さんお願いします。強いね我々、全然倒れない。我々全然倒れない、ただ時間がかかるだけ。火力でご利用せない、そういうタイプ。いや、この戦法見つけるまでさ、すごい大変だったんだよね。私フレームタイラント思い見るたびに、このセルフバーニング作戦すごい苦労して見つけたなっていうのを思い出す。セルフバーニング作戦に行くつくまでかなり時間かかったし、めっちゃこの人に負けた。すごい強かった。一番最初に戦ったの闇落ちの方だった。私は闇落ちバージョンから戦った。これが痛いんだよね。これが、これが痛いんだよ。あ、ちょっと一人倒れそうだな。まずい、倒れた。すごい悲痛な声が。勝った、ジギン。いやー、倒してしまいました。さよなら。意外とあっさりいっちゃったね。意外とあっさり。もうなんかやっぱ強化をしてる状態で引き継いじゃうとかなり簡単になってるから、あんまり難易度が高いって感じなくなっちゃうかもね。2周目以降ぬるゲーになっちゃうかもしんない。タイニーフェザーやりに行くわ。わざわざそのために登ってきたのか。よし、やっていこうか。ボコボコにちょっと全力で行くんで、まず1ターン目はやっぱセルフバーニングで。私やっぱりセルフバーニングが好きなんでね。OK。命燃やしてけ。天変地異セルフバーニング効かなさそうだな。やばいな。うわ、めっちゃダメージくるじゃん。アイス無足。アイス行け。いいねー。いいよ、いいよ。君たちいいよ。すごくいいよ。くわー、恐ろしい。命削ってけ。 HP 高いなこれ。魂の歌欲しいねこれ。当たんないね攻撃。ナイス GG 勝った。うぃHP そんなに高くないね、闇落ち前だから。うぃ強くなった。やったね、タイニーフェザーをやったぞ、ジージー。よし、行こうかな。どこだったかな。行ってきます。目指すはアディリス。アディリスはね、詩人に愛されてるから、ちょっと詩人の愛人だから、ちょっと地底にやりに行ってくるわ。詩人の愛人やりに行ってくる。詩人のせいだからな、これ。詩人による怨恨が私を地底への殺意へと動かしていく。アディリスとかも強くなってんのかな。なんか強かったような気もするね。生理的に好き。あれ、渦の中に入っておらぬな。行ってくるわ。ちょっと待って。そうじゃないか、すごいんだけど。マジ、いやいやいや、違う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 、違うんだよな。アディリスは分かりすぎてるんだよ。ちょっと捨てるわ。
贅沢なんで、私。アイテム捨てるわ、疾風の靴。ほい。いや、これね、捨てるって決めてる。やっぱ姫だからさ、そういうの、アイテムとか捨ててくから。お金にする？いらない、いらない。捨ててく、捨ててく。やめません！これからも、疾風の靴は捨て続ける！タイニーメザーさん、足ないのに疾風の靴どこにはめんの？頭かな？やっぱ靴は頭にはめないとね。おい。でもこの土の中にさ、足が生えてて、それでかもしれない。おっとー。前列がやられんな。オッケー。まずい。あ、セルパーって 100% じゃないんだ。あれ？なるほど、攻撃防げない時もあるようになってるね。 100% じゃないんだ。セルフバーニングちょっと弱体化？おーい。え、聞く時あり？これなんか全部防げたような気すんだけど。ドンドン。そろそろ倒せないかな、まだか。ゲラーちゃんは頭悪くなっても全然平気なの。うちのゲラーちゃん別に頭脳じゃないから。イケボだから。担当。ナイスーン。2体やった。あと2体。あれ4体やった。いけー。どうだ。ナイスー。もう勝ったな。いただきました。もう1体しかいないからね。これは楽勝でしょ。さすがに。ほい。ナイス！ GG！ 勝利！アーディリスごめん！やっちゃった！なんかブレスの色が複数色あるね。2個かな？赤色っぽいやつと闇っぽい属性のやつで、赤色の方は防げる可能性があるっていう感じだった。うぃー。3人目の四天王討ち取ったり、残るは水流だけだな。残り一人だ。やっていこうか。くはははは。もし一切喋らせないぞ。エゴ、腰のくねりがなかなか美しいトゥーマ様。強い単発技がないんだよね。単体強化力、効果力の技がない。なんもないんだよな。ドライブ打てないのかわいそすぎる。この指、あ、間違えて帰ってもったよ。待って待って待って、これってさ、帰るとさ、水門閉まるんじゃなかったっけ。めっちゃだるいんだけど。おい、閉まりましたみたいな感じになってない？来ちゃ、ほらー、閉まってるやん。こんなめんどくさいことになってしまうなんて思ってなかったよ。連打癖が抜けないと大変なことになるね。マップ見ててもわかんない。マップが自分の進んでる方向じゃないからさ、わからんっていう。これだね、3本目ここだ。あった。はい。揃いました。これでダメならいい勉強になったっていうことよ。行こう行こう。これさ、自動ではめてほしいよね。間違えて違う色はめちゃうときあるでしょ。色違うくて適当にはめましたみたいな。青。はい、ラスト。黄色。はいよ。間違えたっていう時あるよね。さあ、どうなる？娘がおらん。あはは。もう娘は食べられました。皆さん、秘宝です。秘宝。娘食べられる。もうこれはもう。懺悔の時間ですね。大変申し訳ありませんでした。言うことを聞かなかったがゆえに、人質が食べられました。あかんやつですね。これ本当に。戻しますかね。やったわ。ちょっと娘犠牲になる。秘宝。偉大なるクジャラートの守護神。あるある。こういうことあるよね。
ほら押しパネスするよ。いいよ。お前を締める。はい、さよなら。これが一番楽だね。一回帰らなくて済むし、言うこと聞くとさ、一回も出なきゃいけないんだよね、神殿で。もう一回潜んなきゃいけないから、だったらここでやってくわ。君のことやっちゃうよ。ボコボコにしちゃうよ。でも私ビビリなんで、セルフバーニング欠かさない。これって直接攻撃してくんのかな。セルフバーニングこの人で貼った記憶がないんだけど、いらないのでは。ウィー、いいよ。それいいよ。なにそれ、うえー、シールド。セルフバーニングが効いてるってこと、今の水の技に。え、すごくない、それ強いじゃん。やっぱセルバー最強じゃん。結局セルフバーニングなんだよ、この世の中は。セルフバーニングよ。え、水術に、あれ、効くの知らんかったな。ちょっと、低速で見させてもらう。いつも強撃からひらめいてる気すんだけど、強撃からひらめかないんだよね。バンダライズとか、アッパースマッシュとか。強撃からひらめいてる気がすんだけどな。何か。ナイスー、勝利、ジージー、ウコム様。ふぅ、四天王全員やっちゃった。へへへ。無印の時さ、水流様結構強いなっていうイメージあったんだけど、結構弱めで、あ、水の盾を手に入れたね。ありがとう。どういたしまして、さっき救えなかったんでね。来た。ちょ、犯罪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 、ちょっと犯罪犯罪を見せちゃいけません。手下げりを覚えないといけないかな。これを繰り返すだけ。あとはとりあえず、あの、技ひらめいてくれないとなんもないから。いつもここでひらめかせてたんだけど、ひらめかないんだけど。すごいピコリンする人だよ。嘘だろー、めっちゃひらめいてたよ、前まで。え、記憶違い。けさ蹴りとかさ、回し蹴りぐらいだったらひらめくじゃん。稲妻キックは無理だとしてもいけるじゃん。ひらめいてくんないの。攻撃してこないから、ひらめきランクが下げられた説。え、それ切ないね。敵もここ、来たー！オッケー！もう終わり。さよなら。来た！勝った。はい。ジージーン。かわいいかわいい。ちょっと私、このやり方しか知らないというね、単細胞なんで。連携はこれしか知らん。これに見覚えはないかい。来た。私の祖先がここで手に入れたと言われてるんだ。その時、竜の目には光が宿っていた。今は消えてしまった光を取り戻したいんだ。どうしたらいいのか教えておくれ。ついてこい。あ、でこの後バトルだったね。シルバードラゴンだ。来た。ダークに術極めさせよう。あ、なるほど。あー、しまった。ゼロにすればよかったね、ルピー。しまった。ラファエル生存しちゃったね。だいたい、みんなのコンスタント取ろうなんてね。おこがましいと思ってほしいよね。みんなのコンスタントだぞ。みんなの。みんなのコンスタントを。俺のものみたいなね。ダメでしょ、そんな。ラファエル、お前が悪いんだぞ、コンスタント。あー、消えてしまいました。なかなか時間がかかってしまったな。ちょっとイチャついてね、怠けてた分があるから仕方ないよね。うん、そればかりは。仕方ないと思う。実際のところ、本当に怠けてたから、イチャついて。私たちなんてそんなイチャついてる時間もなく、ずっとね、運命ですからって言われて、運命に従ってね、デスティニストを集めて世界を旅して、ラファエルの奥さんのコンスタンツに、あなたしか言えないの、夫のラファエルにもこのことは言ってないんだけどって言われて、なんかあんのかな。憎きミルザの遺品渡してもらうぞ。サルウィン様自ら破壊してくださるであろう。
助太刀するよ。すごいなんか左側に羽がパタ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 しててなんか目がチカチカする疲れてんのかな、目がチカチカする。さあどうやってやってやろうかな。我が名はオルソナ、ボコボコにしちゃうよ。知力を落とす技を覚えてないから火力でゴリ押していくしかないか。いやー、やりたくはなかったんですけどね、やっちゃいましたね。じゃあもらってこっか。いたー。シェリル、またあなたなの。あなたを見ると悲しい。これで終わりだと思う。つらすぎる。見つけましたよ、長い間行方知れずだった最後のディスティニーストーン、光のダイヤモンド。ミニオンって意外と愚かだよね、分かってないんだもんね。その指輪がディスティニーストーン。ダメだよ、渡しちゃいけないよ。あんたは私が守る。かっこいい、かっこいいな。あんたは私が守る。シェフかっこいいじゃん、本当に守るよ。これガチでやっちゃうよ、本気でちょっとやっちゃうけどいい。すいませんね、多分勝っちゃうよ。あ、やばやばやばい、攻撃回数やばいやばいやばい、意外と強い。やっぱ攻撃回数が鬼なんだ。ウィーいけ、倒してしまえ。イエーイ、有効無視ありがとう。余裕だったわ。やっぱ勝っちゃったね。さあ、指輪を渡しなさい。ダメだ。あ、ここは絶対に救えないんだ。勝っても絶対救えないのか。リマスターで救えるようになってないんだね。悲しい。こいつらは皆殺しだ。救えない。うん。ここで倒したら仲間になってくれないの？なれないのか。私これ勝つためにすごい頑張ったよね、ミンサガの時。あなた様は下がれ、ゲロ。本当だ、今まで気づかないとか大丈夫かよ。ゲロって言われるわ。おお、結構ジュエルもらえたね。私が語る物語、これはね絶対に聞いてほしい、みんなに聞いてほしい。ちょっとこれみんな聞いて。三邪神の妹シェラハは、これ聞いて、エロールの光の力を忍ぶほどの、これみんな大事だからテストに出る、強い闇の魔力を持っていたと言われています。エロールは闇の魔力を抑えるためにディスティニーストーン、光のダイヤモンドを作ったと言われています。エロールは自らシェラハの元に赴き、戦いをやめるように説得したと言われています。なんかさ、でも英語で戦いに飽きていたシェラカーズさんが書いてたやつ見ると、戦いをやめる代わりにアムトシンが絡んでたんだよね。エロールに認めさせたと言われています。なんなの、エロールは結婚してくれるかっていう話でいい。シェラハの指にはめたと、もう結婚してくださいじゃん、これ婚約しました。ダイヤモンドの光の力と闇の力は打ち消し合い、シェラハは闇の魔力を失ったと言われています。つまりどういうこと。だからエロールはニーサと結婚してるのにもかかわらずシェラハにダイヤモンドの指輪をはめたわけじゃん。つまりシェラハのことも好きだった。でアディリスにも歌歌いに行ってるからアディリスも好きだったわけじゃん。だからエロールはもう女好きということですよね。でバーバラにもねデスティニーストーンあげたりとかしてるし、いろんな女の人にいろんなものあげてんだよ。つまり浮気者ってことでいい。それか神の世界では一夫多妻制が普通なのかな。これダイヤの指輪である必要なくない。闇の力を抑え込むためには光の力が必要だったから、だから仕方がなく光と言ったらダイヤモンド、キラキラしてるもんね。光の石って言ったら
ダイヤモンドだからか。え、これがさ、本当にわかんないんだよ。カーズさんのさ、ツイッター見てる？アディリスは女の人でしょ。だってアディリスの声って女の人だよね。女性の声がしてる。そう、ゼウスとかそういう、だから博愛主義者、女の人に対して博愛主義者なのが詩人だと思ってるから、今の話をさ、と言われていますとか言って、あなたがやったんですよねってあなたがやっといて、なんかと言われています、どういうことってなるよね。君がシラハに結婚しようって言ったんじゃないのか、違うのか。そのせいでシラハちょっと苦しんでおるぞ。結婚すると思ったら元の姿にさせられて、かわいそうに。いや、どういうことだよ。全てのものを愛おしく思ってるよって言ってるような人だから、まあそれはそうだよね。全てのものを愛おしく思ってんだろうね。ただし女性のみみたいなパブでなんかいつも遊んでる、豪遊してるだけなのに、アディリスに会おうと思ったらあんな地下の奥まで行けれるって、なかなかでしょ。うん、そう、赤間同士仲間にしないといけないんだよ。そうなの、コンプしたいじゃんやっぱり。だから仲間にしたかった。ここにしかいないからね。ここで機会を逃すと仲間になんなくなっちゃうから、ここだけだよチャンスがあるのは。うえ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 、ちょっとこれさ、難しくない？ここ、それスケート誰もうまくできないよねって思うよね。簡単にスケートできたら恐ろしいわ。私はこの城に隠された財宝を探しに来たんです。よかったら一緒に行きませんか？行きます。私のことは、そうですね、赤魔道士とでも呼んでください。呼びます。来たね赤魔道士さん。どうかな、ちょっとプレイヤーノート見てこっか。ゲラハちゃんの2個下が赤魔道士になってる。赤魔道士もやっぱリストに入ってくるみたい。どう、どんなもん？あ、弱いね。ありがとうございます。とりあえず妹のフラーマのところへ行きます。では、このままミンサガだと行方不明になるんだよね。ほんとガチの、これめっちゃさ、これ私一周目やった時に丁寧だなって思った。このどこかで氷の崩れる音がした。これみんなやばいと思わない？めっちゃ優しいよね。ショートカットコースが開いたぞって。いつも氷にやられながらさ、 LP 削りながら帰ってたわけ。ところが、え、これって何、ショートカットコース開いたんだって分からせてくれる。すごい優しい、マジで。ほんと私ここ1周目にやった時に感動して泣きそうになったもん。あ、ごめん、嘘、それは言い過ぎたわ。すごいいいよねこれは。嬉しい、氷溶けましたよみたいな、氷壊れましたよって、あはーって。あ、無印だと溶けなかったんだ。あ、そういうこと。私はヘイト、イト、ザルイ様のイモベだ。ちょっと私一番ヘイトが好き。ヘイトいいよね渡すかボケ。では力ずくでいただくとしよう。なんかラグビー選手みたいに見えるんだけど、この顔のところの、これは何なの？顔を守ってるこのラグビーの選手みたいな。なな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 。はいよ、ナイス。全く技を覚えていかないよ。このような奴がいるとは。いや、セルフバーニング最強でしょ。この世の中で一番強い術は何ですかって聞かれたら、セルフバーニングって答えるもん。クイックタイムとかを差し置いて第1位、セルフバーニング世界最強。行くか。長かったね、長かった。やっと来た。ああ、私フレームタイラントを倒してダークが来るの待ってたんだよ。ダークのことずっと待ってた。今回はね、ガラハドをやってないからいないよここに。素晴らしい。なんかここをマップでよく見ろって言われたんだよ。この部屋にいる。あ、またジャンプのコーナーね。今週のジャンプ、これですよ。到着。なんかここが、あ、ほんとだ！左右になんかある！ここだ！引ったことないの！なにこれ！え、なにこれ！何してんのこれ！うわうわ！え、なにこれ！地上の限られた時間では、技や術を極めることはできる。拙者はここで。永遠の修行を続けておる。
ここにおる者は皆だ。主の命があれば何者とでも戦う覚悟だ。モブリンたちが練習してんだここで。で、こっちじゃなくて反対行ってみよう。これだーこれだ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 、この人だ、これこれだ、図書館だ、これ見たかったやつ、いた。我が名はユリウス。地上ではバファル帝国の大法官として法を定めておった。しかし時が足りなかった。あ、ユリウスさん本物の。帝国の法は未完成で不完全だ。死してこの冥府に来て我が主に法の必要性を訴え。誰です、主って。主は聞き届けてくれた。それ以来私は冥府の大法官として法を定め修正し続けている。それゆえここには常に完璧な法がある。顔色悪。輪廻転生の輪から外れちゃいましたけど、いいです。閉じ込められてるというか自らか。あ、一回喋ったらもうおしゃべりにならない。ですの元で法律を管理されてるんだって。これずっと知らなかった、こんなのあるって。このマップがあるおかげでわかるね。マップがあるのに前回来た時は気づかなかった。わあ、マップちゃんと見てかないと、実はまだ行けないところ、行ってないところにあるかもしんないね。じゃあ行ってくるよ。あ、煉獄見せろでいいや。来たー。あー。待ってろー。やっとここまで来たかー。30時間ね。ゲーム始めてから30時間でここまでたどり着けた。うわーい。いや、この煉獄もすごい速い速度でいけるようになるんじゃない。いいじゃん、79なら OK。 こっちだ。あれ、おお、もういいの。早っ、もう100回まで着いた。残り100回来たー。もう近いよ。ふぅ、はっ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 は。俺が千年も囚われていた場所、千年もミルザを思い続けていた場所。デスによって解き放たれた俺の魂はこの体に入り込んだのか。なんと醜い姿だ。ミルザを思い続けることがそれほど罪なのか。だが神々よ、どんな罰を与えても俺の思いを変えることはできない。来たー。これはもろて、これは初見の時困惑したわ。あ、戻ってくる。ちょっと77回目指してみよっか。77目指してみるか。セーブし忘れた。74。いいんじゃない？いいよ。いいよ。やれてるよ。オルソナ、お前やれてるよ。あと3回だ。連打の術。きたー。これで連打で1回ずつ縮めてこっか。うますぎー。あと1回かよ。きたー。あと1出せば勝ち。あと1。あと1で勝利。勝利勝利。77階になんかいるらしいから、77階か、を狙っていこうっていう作戦。連打中無理。ほんとか？リマッサージ追加されたのかな？かぁ！何がいるか気になるよね。そ、公園の魔女は777でしょ。来た！天才なんだが、なんもいないよ！おーい！77回何にもいないよ。これいないよね。
感じで77褒めたのに、なんかすごい興奮したからいいか、ありがとう。新しい敵おるぞみたいな感じで、なんか盛り上がったからいいか。うん、盛り上がったよね。みんな盛り上がったでしょ。77回何おるみたいな。盛り上がったからいい。じゃあもうさよなら。いや楽しかった、楽しい時間をありがとう。すごい興奮したね。でも77回何いるのとか言って、今日はまあ、ちょっと違うところで拾おうかな。ガト村で、これユニバースガト村だったから、ちょっとガト村で拾うわ。いた、銀の戦士ミルザには多くの仲間がおりましたが、その一人にアルドラという娘がおりました。アルドラは育ちが悪く、誰からも相手にされませんでしたが、ミルザだけは親しく接したのでした。アルドラはミルザの助けになりたいと努力をしました。やがて彼女には恐ろしいほどの魔術の天分があることが分かってきました。しかし悲しいかな、魔術の訓練をするには彼女は大人になりすぎていました。自分の力をうまく使いこなせない彼女はいつも足手まといでした。それでもミルザだけは彼女に優しかったのです。ミルザがサルーインとの戦いに赴く前夜、オイゲンコウとアルドラには残るように言いました。オイゲンコウはアルドラと一緒の扱いをされたことに激怒しました。アルドラも必死で頼みましたが、ミルザ以外の仲間に言われたのです。足手まといだ。オイゲンコウはミルザに言われた通りにしましたが、アルドラは違いました。ミルザたちの後をついていったのです。ミルザは気づいて何度も帰るように言いました。アルドラはその度に離れたのですが、またすぐ近づいて後を追いました。前からも後ろからも敵が現れ、ミルザたちの旅路は苦しいものでした。仲間の一人が言いました。ここでアルドラに後ろからの敵を防いでもらおう。ミルザは反対しました。アルドラの運命が分かっていたからです。仲間は言いました。サルーインを倒すのが君の使命だ。ミルザも承知しなくてはなりませんでした。アルドラはミルザの役に立てることを素直に喜びました。ミルザはアルドラに最後の贈り物をし別れました。永遠の別れでした。ミルザのために、ミルザがサルーインを倒すまでと、アルドラは懸命に戦いました。しかしアルドラの命の炎は長くは持ちませんでした。ミルザの運命を知ることなく、アルドラの命は燃え尽きてしまったのです。いやこれは本当に泣ける話だ。何回聞いても。戦いに犠牲はつきものですが、悲しい運命です。この話に出てきたアルドラが仲間になんだよ。やばくない？リマスターやばいよね。ほんと神、早く仲間にしたい。何か用か？俺は神々に背くものだ。俺に構うな。なこと言わないで。これを渡したかっただけだよ。これはミルザが俺にくれたものだ。あ、ミルザ、俺はどうしたらいいんだ。もうこれ泣けるよね。どうしたらいいんだ。一緒に戦おう。行くよ。サルーインと戦えばあなたのそばに行けるのか。それならば喜んでサルーインと戦おう。それなのにずっと地上にいるんでしょ。かわいそう。俺は魔導士アルドラだ。今度こそ俺をサルーインと戦わせてくれ。うん、戦おう。サルインところに。でもさ、殺す姿じゃなくってアルドラの姿で連れてくことができるんだよね。熱いよ、マジで激アツだよ。
アルドラ早く仲間にしたい。シリルとか次の週でいいかなっていう気持ちになっちゃった。とりあえず今一番やりたいのは私アルドラ仲間にしたいわ。自分の欲望に忠実になった方がいいんじゃないかな。サルイン倒して全て終わらせるわ。そして明日。うえーぐえーぐえーいや。行ってきます皆さん、はい。超高速でサクッと終わらせてくる。楽しませてもらおうか。来い。ここまで来たら腹をくくるしかないね。また僕の力見せてやるよ。これ重要だよね。魂にいたら超高速。これでだいぶ安定すると思う。我らが父サルウィンよ、なぜあなたは争いを望むのですか。そうだそうだ、なぜだ。暇だからって戦っちゃダメだろう。まだリマスターでバンザイ効いてないの、それがやばいよね。おーっと、すでにやられてしまった。これはアニメイトのピンチですよ。おー優しい、優しい動きした。見守っていてください。ミルザよ、共に戦ってくれ。ね、ナメプすぎた。倒せるかな、なんか心配になってきた。ナメプすぎて、いやこのナメプは負ける可能性あると思ってる。オッケー、いいぞ、倒せるぞ。どうだ、はあ、ナイス。ちょっとゲラハちゃんがチェ、それ厳しい。やばいやばいやばい、倒れてるね。あ、やばい、これはどうした。ナイス、火力ゴリ押し、オッケー、勝った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 、なんだかんだ言って勝利。楽しかった。2周目も、あー煉獄行った。いやーもう2周目も最高に楽しかったね。もう3周目への夢が膨らむダーク編っていうことで、早いっていうので挑戦したんだけど、でもなんだかんだ言ってこんなイベントが回収できないってこともなく、むしろちょっと後半とかね、待ちが発生するぐらいだったから、超早いが解放されるのをお待ちしておりますっていう。まだ私最終試練行ってないんだよね。3周目はアルドラ編、これを楽しみに私はミンサガリマスター買ったからね、楽しみすぎるわ、本当に楽しみ、早くやりたいね。ここら辺も3倍速なんだね。綺麗だね、アルドラ。なんかすごい神々しい。アメーシーンだよね。いい2周目だった。マリーンと一緒にエンディングを迎えることができました。マリーンに教えてあげた、この世界救うっていうのは大変なんだからなって。一周目ではね、デスに捧げちゃったから、ここまで来れなかったんだけど、
2周目は最後まで戦ってくれたわ。いやー楽しかったねー。詩人、まだ一度もあなたのエロールになった姿見てないよ。あんたやるねー、頼りになる男がいたもんだよ。いやいや、女かもしれないね。女ならなおさら嬉しいよ。マジでシフって可愛いよね、顔が。サルインを倒したんだ、立派だよ。ありがとう。次は別の人でサルインに挑んでみなよ。はい、私とは違った楽しみがあるはずだよ。わかった、ありがとう、ありがとう、シフありがとう。一番長い間戦ってくれたシフさん、ありがとう。終わってしまいました、ついに。いやー、2周目が終わってしまいましたね。楽しかったね。やっぱロマンシングさがミーストレルソングは神ゲーでしたっていう感じ。2周目も楽しく過ごすことができた。いや、もうスムーズにサクサク進めつつも、煉獄がかなり早かったね、サクッと。お疲れ様です。ぜひグッド押してくれると嬉しいなと思います。ロマンシングさがミーストレルソングリマスター、一緒に遊びましょう。 See you! ありがとう。